どうもこんにちは、今回はですねユニジアのタープです。ユニジアのタープっていうのはね何メートルだったかちょっと忘れましたが、今までね2種類ぐらい紹介しました。今回のタープはですねちょっと変わってまして、 TC タープになります。いわゆるポリコットンタープですね。で大きさとサイズはね2種類ずつあるんですが、今回選んだのはですねカーキの4メートルだったかな、 4.2 メートルと 4.1 メートルとかそんなサイズだったと思います。さあ早速ですねこちら開けていきたいと思いますけども、こちらはですね付属物になってまして、まずペグが2、4、6、8、8本ありまして、これがね軸鋼なのかな、ちょっとね頑丈そうなペグになってます。だからよくあるようなね安っぽいペグではちょっとないのかなというのがありがたいところです。ロープはですね 7.5 メートルのロープが2本と3メートルのロープが4本ついてます。まあ、この 7.5 メートルの方はですね、まあ、半分にこうなんていうんだろう折って使うような感じになるかなと思います。でここにですね見慣れないパーツがあります。これ何かっていうとですね5メートルの延長ベルトになってまして、延長ベルトって何の延長なんだって話なんですが、このタープはですね珍しいことに最初から小川張りをすることが前提に作られてます。別途ですねベルトなんかを用意しなくても、最初から小川張りができるので、まあ、焚き火が好きでですねソロ用テント、小さなテントを持ってらっしゃるっていう方は、これかなりいいんじゃないかなと思います。で、こんなものを用意しました。100均で買ったカラビナです。まあ、正直ですねこのカラビナってつけなくてもよかったりするんですけど、まあ、僕はですねつけてた方が設営とか撤収が楽になるんで、つけるようにしてます。まあ、この辺はお好みって感じでしょうかね。まあ、全然ね楽さが変わってくるかなと思います。ということでできました。1、2、3の4本と。じゃあここからはですね普通にタープを張っていきます。まずはタープを広げるところからですね。このタープはね TC タープなんで、重さがねある程度あります。重さがある程度あるので、まあ、風が吹いた時にですねこうバタバタと、まあ、飛んでいきづらいんじゃないかなとは思います。でまだですねご紹介してなかった特徴があるので、ここでちょっと特徴をねお話ししたいなと思います。ポールを差し込むところですね。ポールを差し込むところなんですが、こんな感じになってまして、珍しいですよね。ハトメではなくて金具がついてます。でここにはですねランタンフック、ランタンがかけられるようになってます。でこれね逆もあります。逆をちょっと見ていってみましょう。でね逆はこうなってまして、まずこれがね金具ですよね。ポールを差し込む金具で、ここがね延長ベルトを差し込む、金具じゃないわ、なんて言えばいいんだろう、バックルになってます。なのでポールを差し込みたいときはここ使えばいいし、小川割りしたいとき、それはここのバックルを使って延長すれば OK という感じになってます。で当然なんですけども、サイドのところも、こんな感じで金具がついてます。まあ、ハトメよりかはね頑丈なんじゃないかなと思うんですが、まあ、どうなんだろうな。とりあえずやってみましょうか。小川張りをするっていうね前提でやっていきたいので、ポールはね2本用意しますが、2本ともね長さが違います。ポール1つ分短いのかな、こんな感じでやっていきたいなと思います。よいしょ。で、ね、これをねどういう感じでやるかっていうとですね、まずここにロープ通します。ロープを通してもう一個の穴ですね、もう一個の穴に、こんな感じでポールを通します。でこんな感じでかませると、でこんな感じになります。まあ、確かにね結構頑丈なんじゃないかなと思いますが、さあこれでもうあとはね単純に立てればいいだけなんですけども、
はい、こんな感じでですねタープを張ってみました。自分の身長ぐらいかな、ちょっと高いぐらいで、こっちに行くほど下がってると。まあ、中入ってみるとですねこんな感じで、ここが金具ですね。ポールが金具で止まってて、でこの下にですねランタンハンガー、ランタンフックか、ランタンフックがあるんだけど、まああれだったら何て言うんだろう、あのロープ、物を吊り下げる用のロープとかをですねはわしてこっち側まで行ってもいいかもしれないですね。ここにもランタンフックとあと金具、これがあります。で、こんな感じになってるんですが、小川張りっていうのをね僕やったことがないんですよ、はっきり言って。で、このチャンネルね見たことある方はですねわかると思うんですが、実はねヘキサタープっていうのも初めてです。なので、まあ、これでいいのかなって感じですが、まあ、これで合ってるでしょう、普通に張れてると思う。で小川張りしたのはいいが、やっぱりちょっと低すぎるのかな、これじゃあもうちょっと高くする必要があるかなと思います。もうちょい高くしてみよう。まあ、高くするやり方としては単純にロープを緩める、緩めてでこれを伸ばす、もうちょい伸びるかな、これぐらいに伸ばして後ろも同じような感じでいきましょうか。だいぶ下がってますね。まあ、これはこれでかっこいいですけどね、まあ、これはこれでいいんだけどやっぱ上げた方がいいな。今使ってるポールはですね、フィールドアのポールなんですが、フィールドアのポールはね結構いいですよ。ちょっと長すぎるのか、ちょっと短くしましょう。なんかねちょっと気に食わない感じがするので、もうちょっとポールを高くしてみようか、後ろの方。こっちは下げといて、こっちで行きますか。よっ。よいしょ。ちょっと低すぎましたかね、さっきのはね。うん、これぐらいでもいいかもしれないですね。結構いい感じになったんじゃないだろうか。ということで立ててみたこのユニジアのですね TC タープ、これいいのがですねまず 4.2×4.1m と結構でかいです。結構でかいんだけど値段がですね、7000円台、2つサイズがあって1つの小さい方が7080円だったかな。でもう1個の方が、これなんですけども、これだと7800円。TC タープでねこの大きさでこの値段っていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。でユニジアっていうメーカーなんですけども、まあ、これは中国のメーカーですね。中国のメーカーなんですが、今までですねユニジア製品何個か使わせてもらいましたけども、まあ中国製だからダメってことは全くなくてですね、むしろですね、コスパで考えたらめちゃめちゃいいんじゃないかなという感じがします。でこれは TC タープなんで、やろうと思えばですねこの下で焚き火をすることもできるということになってます。コットンが 35% ぐらい入ってるのかな、いわゆるポリコットンってやつなんで乾かすのにね時間はかかると思います。だけど、耐熱性ですよね、耐熱性があるので、まあ、この下でね焚き火をしたりできるっていうのは、楽しめるタープになってるんじゃないかなと思います。まあ、ソロキャンプだったら十分でしょうね。これここにテントを置こうと思ってるんですが、ここにテントを置いて全然雨はしのげるなって感じがします。まあ、ちょっとね横広げてますけども、まあ、広げずにこうそのまま下に下ろしてもいいかなとも思います。まあ、そうするとでもちょっと狭くなっちゃうかな。はい、今回はねこんな感じでユニジアの TC タープご紹介してみました。サイズが2種類あるっていうのと、色も2種類ありますので、まあ、用途によってですね好きなものを選ぶといいんじゃないかなと思います。でこのユニジアっていうメーカーですよね、あんまりね知られてないというか、まあ、知る人ぞ知るみたいな感じなのかな。まあ、悪くないんですけども、あんまり使ってる人がいないんでね、あのキャンプ場とかでも被ったりすることがあんまりないんじゃないかなと思います。特にこういった感じのね TC タープっていうのは、
まだね出たばっかりっていうこともあってあまり使ってる人がいないんじゃないでしょうか。まあ、変わったところとしてはですね、こういった留め具のところに金具が使われてたりとか、あとはねこういった感じでランタンフックがあったりとか、あとこれですよね、延長ベルト、小川張りするための延長ベルトがついてたりとか、結構ね変わり種の TC タープなんじゃないかなと思います。で値段も値段なんで、おそらくねこの TC タープ、このユニジアの TC タープが結構流行るんじゃないかなって感じがしますね。7800円ですからね、この大きさで。国内メーカーのものだとね値段が倍ぐらいしたりとかするので、これはねこれからの定番の TC タープになりそうな気がします。でこれは全然違うメーカーなんですが、このねフィールドアのポール、これも結構合いますよねこのタープに。ということでこのユニジアの TC タープ、気になる方はですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは